デイビッド・ヌワバはカリフォルニア州ロサンゼルス出身のプロバスケットボール選手。ポジションはシューティングガード。現在は NBA のヒューストンロケッツに所属している。大学時代は主にサンタモニカカレッジとカリフォルニアポリテクニック州立大学でプレーをしていた。ヌワバはロサンゼルスのユニバーシティ高校に所属し、そこでオールウェスタンリーグの MVP、そして オールリーグのファーストチームに2回選出された。シニアシーズンである2010、11シーズンには、試合平均22.0点、11点をリバウンドを記録した。大学1年生の2011から12シーズン、ハワイパシフィック大学に所属したヌアバは、レッドシャツとして過ごしたが、サンタモニカカレッジに転校した。2012から13シーズンには、 ウェスタンステートカンファレンス内のサウスディビジョンの最優秀選手とオールカリフォルニアコミュニティカレッジアスレチックアソシエーション内のファーストチームに選出された。最終的に試合平均で20.5点、8.8リバウンド、2.5アシストを記録している。2013年にヌワバは再び転校しカリフォルニアポリテクニック州立大学に所属した。 大学2年生となる2013 14シーズンにおいては34試合中30試合で先発出場を果たしチーム内では1番目ビッグウェストカンファレンス内で8番目,目 NCWA ディビジョン1内で59番目の FG 成功率である52.6%を記録した試合平均の成績は11.7点4.8リバウンドを シーズン全体で21ブロックを記録した。また、ビッグウェストトーナメントでは、試合平均で14点、スリーポイントシュート成功率72.7%を記録し、ビッグウェストオールトーナメントチームに選出されている。また、2013年12月14日には、カリフォルニア州立大学を相手にキャリアハイである22点を記録している。 大学3年生となる2014から15シーズン、ヌアバはチーム内で2番目、ビッグウェストカンファレンス内で15番目となる、試合平均11.4点を記録した。リバウンドについても試合平均で4.7を記録し、昨年とほぼ同じ水準を保っている。さらに、合計31スティールを記録した。さらにシーズン中に16回の2桁得点を取った、試合があった。 2014年12月20日には、ゴンザが大学を相手にシーズンハイである21点を取っている。大学4年生となる2015から16年には、ヌアバは30試合に出場して、平均で12.5点、6.3リバウンド、3.5アシスト、1.2スティールの成績を残し、オールビッグベスト特別賞に選ばれた。また、 カリフォルニアポリテクニック大学に在籍している間に合計465本のリバウンドを記録し、リバウンド獲得数で歴代15位となり、チーム史上23番目の1000点以上を取った選手となった。カリフォルニアポリテクニック州立大学を社会学の学位を取って卒業した2016年の春、ヌアバは NBA デベロップメントリーグのリノビッグホーンズのトライアウトを受けた。 その後ビッグホーンズは彼と契約を結んだが2016年10月30日にロサンゼルスディーフェンダーズにトレードされた。ヌアバはディーフェンダーズのトレーニングキャンプを経て開幕戦のロスターへと名前を連ねることができた。2017年2月28日、ヌアバは10日間契約をロサンゼルスレイカーズと結んだ。その夜、ヌアバは 第4級で6分間試合に出場し、NBA デビューを果たした。対戦相手は、シャーロット・ホーネッツ。109から104で敗戦。2017年3月11日には、ヌワバは2回目の10日間契約をレイカーズと結んだ。その数日後のフィラデルフィア・セブンティシクサーズ戦で、先発で16分出場し、6点を取っている。レイカーズは、彼の価値を認め、 2017年3月21日に、ヌワバと複数年契約を結んだ。2017年4月1日、ロサンゼルスクリッパーズとの試合で、ヌワバは19点を記録した。レイカーズで、ルーキーシーズンを過ごす間、チーム方針によりヌワバは4回ディフェンダーズへ戻されている。2017年7月12日、レイカーズが、ケンタビオス、コールドウェールポップを獲得する際、 ロスター人数を調整するために、ウェーブされることになった。ウェーバー期間中の2017年7月14日、ヌワバは、シカゴブルズと契約した。2017から18年シーズンの当初、ヌワバは、幾度も先発出場を果たした。また、ブルズのチームメイトたちは、彼のコンテストショットを行う姿勢を称賛した。ヌワバは2018年2月22日の、 フィラデルフィアセブンティシクサーズ戦において33分出場し、キャリアハイとなる21得点を記録した。レギュラーシーズンヌワバの両親は、どちらもナイジェリアのイボニンを起源としている。彼は5人の兄弟姉妹と共に育った。そのうちの1人が陸上7種競技のプロ選手である、バーバラ・ヌワバである。彼女はアメリカ国内の競技会で優勝を経験している。 ルーズボールに果敢に飛び込む、講師切り替え時には遅れないよう全力で走るなど、汗をかくことを厭わない、ハードワークでチームに貢献する。その献身的な姿勢から好意的な視線を送るファンが多い。ありがとうございます。